ったら子供は一体誰を頼ればいいんだよ。もっと真面目にって何すんだよ。しっかりしろジュジュ。奥村幸雄。はい。幸雄。はじめまして、講師の奥村幸雄です。幸雄。なんだとこのトサカ頭、チャラチャラしてんのはてめえだろ。よく頑張りましたね、スグロ君。何？ありえねえよ。意味なく理事長が学内をうろつくわけにもいかないのでね。ジガ、エクソシストって変身もできんのか？ありえねえよ。こんなひでえ話やってたまるかよ。兄さん。おお、てめえ返せよ。僕の漫画、変な汁で汚さないで。臭い。目にしみる。牛の糞。最後まで生き残ったもんが勝つわ。奥村。見たことないもんで。コールタールだ。そこら辺に漂ってるだろう。聞いてるの、兄さん。すげえな。フレンチ、中華、イタリアン、なぜバリだ。どれにしようかな。なんじゃこれ。ゼロ一つ間違えてないか。くそ。どうせ狙いが俺だってんなら、なんで直接来ねえんだよ。リン。急に付けよ。おリンこそ急に頭上げないでよバカ。ついにこの俺も人生最初のモテ期突入か。お兄さんってあの人、あんなガサツそうな人が料理なんてできるわけないじゃない。今度料理教えてくれる。なんだよちくしょう。